福岡ヤフオクドームです。福岡ソフトバンクホークス対福岡ソフトバンクホークス、この一戦をお送りいたします。ホークスの先発は右の千賀、対するホークスの先発は右の高橋、この両投手の投げ合いです。さあ間もなくプレイボールです。右の千賀マウンドに上がりました。ホークス打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、先頭バッターは牧原。第1球ストライク、タイミング合いません。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、3球目ストライク。追い込んで第4球を投げた、インロー、外れてボール。投げた、流し打ち、どうだ、ファールボール。アウトコース低め、空振り三振。バッターは2番今宮。第1球投げました、ボール。第2球投げました、ボール低め。投げました、カットボールはボール。第4球は決まった、ストライク。次は5球目、ストライク、インコース厳しい球。次の球がラストボール、投げました、おっと、左球。今宮どうやら痛みを訴えたため現在ベンチで治療を受けているようです。今ベンチから出てきました、大丈夫なようです。第7球を投げました、ストライク、空振り三振、2者連続三振。バッターは3番中村。第1球投げた、初球を打った、掴んで、これで3アウトになります。千賀上々の立ち上がりを見せています。ホークススコアボードに0の文字が入ります。右の高橋登板です。期待しましょう、注目の投球です。1回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。トップバッターは長谷川。第9投げた、初球外れても、第2球直球決まってストライク、タイミング合いません。第3球完全に外れた、ボール。投げた、打ちました、いい当たり、ピッチャー返し、抜けた、長谷川ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。第9投げた、外れた、ボール。投げた、あーっとショーフライになった、取りました、送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。インコース低め、外れてボール。第2球見送ってストライク、一塁へ一つ牽制球を送りました。第3球を投げました、打ちました、追い込んでから第4球をボール。さあ投球は5球目、打ちました、第6球を投げました、打った、三塁線、惜しくも切れてファール。投げました、真ん中、空振り三振。左バッターボックスは4番柳田。まずは一塁牽制、タッチセーフ、見送ってストライク。第2球投げました、外の球、空振り、これで追い込みました。第3球を投げました、インコース低め、空振り三振。最後は伸びのあるストレート、高橋3番4番と連続三振で切り抜けています。1回の裏が終わりまして、ホークス立ち上がりを、2回の表、これからホークスの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者デスパイレ、完全に外れた、ボール。第2球投げた、低め、外れてボール。第3球を投げた、ストライク。第4球は
打ちました。これは内野フライ。マウンド前方掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。投げた、ボール。まずは膝元。第2球投げた、危ない球。第3球を投げた、決まってストライク。第4球は打ちました。グラシア下がっていった、カーブグラウンドで取りました。これで2アウト、ランナーありません。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。右バッターボックスは6番内川誠一。投げました、見送ってボール。さあ次の投球、投げました、真ん中にストライク。投球はこれから3球目、ボール。投球これから4球目、打ちました、引っ掛けた、スタンドに入りました。ファール。ホークス、ここは引っ張りに警戒します。打ちました、ショートの左、高田ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。ホークス結局この回3人で攻撃が終わっています。2回の表が終わってホークス無得点で終了です。2回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。この回のトップバッターは松田。第9球初球シンカー、空振り。さあ次の投球、投げました、ボール。第3球打ちました、ファール。次は4球目、投げました、逆らわずに右へ、内川誠一ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。6番マイクルダー、上林誠二、背番号51。第1球投げました、初球スライダー、空振り。少し迷ったか。第2球投げた、危ない球。第3球を投げた、打った、これは強烈、いった、いっ入った、入った、ホームラン、先制ホームラン。白球が無情にもスタンドへ。ヒットだったでしょうか、完璧に捉えられました。チームメイトが迎えます。今の先制の場面リプレイでご覧ください。バッターは7番西田。第1球投げた、低め、カーブは外れてボール。投げた、完全に外れた、ボール。第3球を投げた、打ったに当たりだ、ピッチャー返し、抜けた。西田、いいバッティングを見せました。左バッターボックスは8番高田、初球から送ってきました。ピッチャー正面に転がった、アウト。ランナー2塁に進みました。ツーアウトランナー2塁に変わります。初球空振り。1球目空振りから、第2球アウトコース低めいっぱい、ストライク。もう追い込んでいます。振り返って2塁牽制球。第3球を投げました、1つ外した、ボール。二塁牽制、二塁タッチはセーフ。投げました、打った、痛烈な当たり、ピッチャー返し、センターバックホーム。海のナイスバッティングです。ホークスなおもピンチが続きます。第9投げました、ボール。第2球投げました、ボール。投げました、外れた、ボール。第4球を投げた、打って出た、ショートバウンド、一塁送球。牧原うまくさばいています。スリーアウトチェンジ。2回の裏が終わりまして、1対0ホークス先制点を奪われています。3回の表1点を追いかけますホークスの攻撃。この回の先頭バッターは明石。第9投げた、ストライク。これはかすった形になりました。投球これから2球目、打った、松田取った、
アウト。これでワンアウトランナーはありません。ランナーは8番甲斐。第9球投げた。初球フォークボール空振り。投球これから2球目打ちました。ピッチャー返し。西田ボールを取る。一塁へ送る。アウト。これで2アウトランナーありません。バッターは9番正子。第9球投げた。決まった。ストライク。タイミング合いません。第2球投げた。フォークボール見送ってストライク。これで追い込みました。第3球を投げました。低めストレートは外れてボール。投げました。ストレートはボール。投球これから5球目ボール。投げました。打ちました。第7球を投げました。打った。マサゴ追い込まれていますがファールで粘っています。投げました。打ちました。マサゴ粘ります。投げた。打ちました。三遊間へのゴロ。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。千賀下位打線を三者凡退0点に抑えています。3回の表が終わって1対0ホークス1点リードは。ホークスこの回は2番からの好打順。先頭バッターは DH の川島。第1打席はピッチャーフライに倒れています。インハイへ変化球ボール。第2球2球目空振り。第3球を投げた。外角高め見送ってストライク。追い込んで第4球を投げた。見送ってボール。投球これから5球目低めボール球打った。セカンド右横のゴロ。アウト。これでワンアウトランナーはありません。バッターは3番グラシア。今日の第1打席はスイングアウト。投げた。インコース低めストライク。まずは決めてきました。第2球投げた。シンカーはボール。投球はこれから3球目真ん中に伸ばしてストライク。伸びのあるストレート。投球これから4球目低め際どいボール。第5球投げました。打った。今宮ダイレクトでボールを掴んでアウト。ツーアウト。第1球投げました。見送ってストライク。第2球投げました。シンカー見送ってストライク。これで追い込みました。第3球ボールアウトローへ。第4球を投げました。シンカー空振り三振。バットが空を切りました。最後は空振り三振で打ち取りました。序盤終了しまして1対0ホークス現在1点をリードしています。ゲームは中盤4回に入ります。この回のトップバッターは牧原。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球ボール低め投げました。ボール。第4球を投げた。カットボールはボール。第5球投げた。アウトコース高め空振り。投球はこれから6球目打ちました。西田ダイレクトでボールを掴んでアウト。ワンアウト。2番ショート今宮。第1球投げた。直球に送ってストライク。いきなり159キロ。第2球投げた。カットボールはボール。インローへ。第3球を投げた。高めボール球打った。センター前ヒット。クリーンヒットです。今宮いいバッティングを見せました。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。左バッターボックスは中村。第1打席は内野フライに倒れています。第9球ボール。第2球投げました。ボール。アウトコース低め。第3球を投げました。内角高め見送ってストライク。
投げました。危ない球。次が5球目。これは外れてフォアボール。バッターは DH のデスパイネ。ネクストバッターサークルに控えているのはバレンティン。初球から打ってったショートゴロ、ゲッツーになるか。セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。千賀、ここまできっちり1安打ピッチングが続いています。4回の表が終わって1対0、ホークス1点リードは変わり、4回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは松田。最初のバッターボックスはファーストライナーに倒れています。ボール。第2球投げました。高めボール球打った、フラフラッと上がった、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは6番上林。第9投げました。ボール。さあ次の投球、投げた、打ちました、いい当たり、ピッチャー返し、抜けた、上林ナイスバッティングです。先ほどのプレーです。バッターは7番西田。これが2度目のバッターボックス。外れた。二塁送球はどうだ、タッチはアウト、盗塁を阻止しました。さあリプレイです。第2球投げた、インコース低め、空振り。投げた、ボール。投げた、空振り。追い込んでから第5球投げた、危ない球。投球はこれから6球目。打った、センター方向に持っていきましたが、取って、これで3アウトチェンジ。4回の裏が終わりまして1対0、ホークス、スコアボードに0が入ります。5回の表、1点を追いかけます。ホークスの攻撃、先頭バッターはバレンティン。打ちました、初球打ち、三遊間の打球。バレンティン、いいバッティングを見せました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。バッターは6番内川誠一。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れて、初球送りバント、ピッチャーの右へ転がした、一塁アウト、ランナー二塁に進みました。ホークス同点のピンチを迎えます。第9投げました、直球ストライク、いきなり159キロ。第2球投げました、2球目空振り、これで追い込みました。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。第9投げました、インサイドストライク、いきなり159キロ。第2球投げた、カットボールはボール。セカンド牽制球です、二塁タッチセーフ。投げた、顔の前通過。第4球を投げた、打ちました、これは内野へのフライダー、取りました、これで3アウト。リプレイをご覧ください。結局二塁残塁で終了です。5回の表が終わって1対0、ホークス1点リードは変わりません。5回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。この回のトップバッターは高田、初球を打ちました、1、2塁歓迎、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番海野、今日2度目のバッターボックス。投げた、外れた、ボール。第2球投げた、2球目空振り、タイミング合いません。第3球を投げました、見送ってボール。第4球を投げました、空振り。追い込んで第5球投げました、打ちました、1、2塁間の打球、アウト、
これで2アウト、ランナーありません。高橋降板、マウンド上はムーア、今日2人目のピッチャーとして登板です。ホークス打線相手にどういった投球を見せるのか。第9ストレートによってストライク。第2球2球目空振り、これで追い込みました。第3球を投げました。147キロ直球、空振り三振。ムーア見事なピッチングです。5回までが終了しまして1対0、ホークス現在1点をリードしています。千賀降板、マウンド上ピッチャーは武田、今日2番手としてマウンドに上がります。ホークス打線相手にどういった投球を見せるのか。第9真ん中にストライク、いきなり152キロ。投球これから2球目、このボールも空振り。第3球を投げました。内角低め、空振り三振。武田ナイスピッチング。バッターはトップに帰って牧原、今日は三振とセカンドライナー。第2球投げた、2球目ストライク。投げた、内角低めいっぱい、ストライク。追い込んでいます。追い込んでから投げた、危ない球。第5球投げた、打った、ファウルボール。さあ6球目打ちました。高田掴んだ、一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは2番今宮。第9投げた、ストレート決まってストライク。少し迷ったか。第2球投げました、見送ってボール。投げました、ストライク。タイミング合いません。第4球を投げました、低め、空振り三振。最後は空振り三振に倒れました。6回の表が終わって1対0、ホークス依然1点リード。ホークスこの回は上位打線から始まります。先頭バッターは指名打者川島、今日はピッチャーフライとセカンドゴロ、外角低め、見送ってストライク。いきなり151キロ。第2球投げました、危ない球。第3球を投げました、打ちました。打球はショートの右、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番グラシア、今日は三振とショートライナー。外角ボール。第2球投げた、真ん中に決まった、ストライク。第3球は打ちました、一、二塁間への当たり、破った。グラシアルナイスバッティングです。先ほどのプレーです。バッターは4番柳田、ここまで2三振といいところがありません。打った、1球目ファウルから見送ってストライク。これで追い込みました。追い込んで第3球を輪廊際どい球、ボール。次は4球目ボール。第5球投げた、打ちました、セカンド右、二塁フォースアウト。あーっと送球それた。これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。第9投げた、ストライク。いきなり151キロ。第2球外角高め、空振り。第3球をランナースタート、キャッチャー二塁送球、間に合うか、タッチはアウト。盗塁を阻止しました。さあリプレイです。6回の裏が終わりまして1対0、ホークス無得点で終了です。武田降板、マウンドに上がったのは加山、今日3番手としてマウンドに上がります。ホークス打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げた、まっすぐ見送ってストライク。
第2球投げた、危ない球。投球はこれから3球目。打ちました。これはショート正面、高田ボールを掴んだ。ショートから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは指名打者デスパイネ。今日はピッチャーフライト、ショートへの併殺打。第2球投げました、完全に外れた、ボール。第3球は3球目ストライク。第4球を投げました、インコース引っ張った、入れば同点だ。スタンドに入りました、ファース。第5球投げました、打った、ピッチャー返し、あっと抜けた。デスパイネいいバッティングを見せました。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。バッターは5番バレンティン。第9投げました、外角低めいっぱい、ストライク。まずは入れてきました。第2球投げました、内角低め見送ってストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。追い込んでから第3球を高め、ボール球打った、ショートバウンド取った、セカンドフォースアウト、アウト。ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。満員のヤフオクドーム、スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。7回の裏、ホークスラッキーセブンの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは松田、今日はファーストライナーとセカンドフライ。投げた、初球はストライク、まずは決めてきました。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、ファルチック振っていきましたがかすっただけ。追い込んで投げた、打ちました、ファール。さあ5球目、打った、牧原取った、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは6番上林。第9投げた、決まった、ストライク。まずは入れてきました。1球目ストライクから第2球投げました、外角高め際どい球、ボール。第3球を投げました、打ちました、今宮ボールを取る、一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番西田、今日3打席目。投げました、ストレートはストライク、いきなり150キロ。第2球投げました、ストレート空振り。第3球を投げました、151キロ直球、空振り三振。ムーア見事なピッチングです。最後は空振り三振で仕留めました。7回までが終了しまして1対0ホークス岡山降板。ここでマウンドに上がったのはモイネロ、今日4番手としてマウンドに上がります。ホークス打線相手にどういった投球を見せるのか。第9球直球ストライク。第2球投げた、打ったに当たりだ、打球はショートの左、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左対左の勝負になります。今日はサードゴロと三振。第9投げた、低めいっぱいストライク、変化球にキレがあります。投球これから2球目、ボール。第3球を投げた、打った、ピッチャー返し、抜けた、明石ナイスバッティングです。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。バッターは8番甲斐、今日はセカンドゴロとセカンドフライ。投球これから2球目、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、ボールは中継、甲斐いいバッティングを見せました。ホークス同点のピンチを迎えます。さあこの勝負でゲームの流れを引き寄せるか。ホークスここはバントに警戒します。さあ次の投球、インコース高め、ボール。
投げた、アウトコース高め、ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。追い込んでから第4球を流し打ち、切れていきます、ファール。投げた、低め、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。まずは二塁牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ。初球落ちるスライダー、空振り。第2球投げました、ボール、外角へ。第3球を投げました、カーブはボール。第4球を投げました、空振り、キレのある変化球。追い込んで投げました、打った、引っ張った、ファール。さあ6球目投げました、ボール。ランナー一斉にスタート、引っ張った、マクハラ追い込まれていますが粘ります。ランナー一斉にスタートします。低めのボールに手を出しました。第9球をランナー自動的にスタート、ここはフォアボールになります。これで満塁です。第1球変化球ストライク、アウトコースへ、変化球にキレがあります。投球これから2球目、危ない球。第3球を投げた、ボール。さあ4球目決まってストライク。第5球投げた、152キロ直球、空振り三振。バットが空を切りました。リプレイをご覧ください。モイネロやりました。ホークス、このまま流れをものにしたい、気迫が伝わってまいります。ムーア降板、右の松田、今日3人目のピッチャーとして登板です。ホークス打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げた、外れた、ボール。第2球投げた、内角低め、外れてボール。投げた、見送ってストライク。次は4球目投げました、アウトロー、見送ってストライク。第5球投げました、打ちました、打球はセカンドの左、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番海野、これが3度目のバッターボックス。カーブ見送ってストライク。第2球投げました、打った、第3球を投げました、打った、痛烈な当たり、一塁送球。牧原軽快な守備を見せました。これで2アウト、ランナーありません。打順は1番に帰って長谷川。第9投げました、低め、外角、ストライク。投球これから2球目、ストレートはボール、低め。第3球を投げた、打った、明石バックしていった、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。松田この回シャッと3人で抑えています。8回までが終了しまして1対0ホークスリードはわずかに1点。モイネロ降板、そしてマウンド上はクローザー森、最終回1点リードの場面でマウンドに上がります。ホークス打線相手にどういった投球を見せるのか。第9ストライク、初球ストライクから第2球、2球目ストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。投球は3球目投げた、打ちました、1、2塁間のゴロ、西田掴んだ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH のデスパイネ。第9決まってストライク。第2球投げた、直球見送ってストライク、軽く追い込んでまいりました。第3球を投げた、インコース低め、見逃し三振。森、見事なピッチングです。バッターは5番バレンティン。ホークス最後のバッターになるのか。さあ次の投球投げた、アウトロー、際どい球、ボール。第3球を投げました、カットボール決まってストライク。さあいよいよあと1球。さあ4球目ボール。第5球投げました、打ちました、ライトへのフライだ、取りました、ゲームセット。ホークス見事勝利を収めました。